では S2000 タイプS の試乗インプレッションに行ってみたいと思います。こちらの S2000 は平成19年式ですね。修復歴はなくて、走行距離がですね13万3000キロという感じで、まあちょっと走ってる感じですけど、年式を考えたらまあそれぐらいの距離かなといった感じですね。仕様はもうノーマルです。なので、まあ今こう乗っていてもハンドリングも本当ノーマルっていう感じで乗りやすいですし、まあ、タイプS専用の、チューニングが施された足回りではあるんですけども、乗り心地は別にそんなにこう硬いとかっていう感じはないですね。とてもしなやかです。クラッチのつながりも全然問題ないですね。で、まあこの車距離走ってますけどね、エンジンなんかは始動性もいいですし、アイドリングなんかも落ち着いていて異音もないですし、まあ走らせてどうかなと思いましたけど、もう今はこうね、乗った瞬間にまあまあ全然普通だなっていうのが感じ取れますね。この先ちょっと段差の多いところに行ってみます。これがねちょっとガタガタしたところとかでも全然ゴツゴツ感は感じないですね。でホロがきしむっていう音も全然しないですし、マフラーもノーマルなんでとても乗りやすいですね。まあこの距離は全然感じないですね。シフトの入りも特に問題なさそうです。タイプSのね個人的にはこのシートが好きなんですよね。こう滑らないんですよこのシート。純正なんですけどね、そこがすごく良くて、でこうアクセル踏んだ時も、加速も問題ないですね。まあちょっと高回転まではね回せないんで何とも言えないんですけども、まあ、この辺乗ってる限り特に違和感は感じないです。あとまあこの車なんといってもね、このナビが綺麗にここに埋め込まれていてっていうのがいいですよね。地デジも見れるので快適性もちゃんと、あるといったところでは、まあこのままノーマルで乗せても全然いいんじゃないかなと思うんですけどね。でナビも ETC もついてますし、まあ本当街乗りとか、まあ、通勤で使うなんていうのも全然ありだと思いますし、週末ワインディングで楽しむっていうのも、ありじゃないかな。そんな感じなS2000 ですね。全然本当普通です。まあ距離は感じないですね。13万キロ走ってるっていうのは。まあタイプ S なんでね、価格だけ見るとそれなりにいい金額しちゃうんですけども、S2000 のまあ最終モデルの、トップグレードというところではお買い得じゃないかなと思います。以上試乗インプレッションでした。